腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはシンラカンパニー機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。番外ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るのは作戦だ。ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。
る前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入くんの度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。まさか、どうして？言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かにゆっくりと
私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。軍がどかしてくれるだろう。繰り返します。こちらは北カンパニー北対策本部です。お母さん、高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔航路の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらはシーダカンパニー対策本部です。八番街の高速道路及びその高架下からの退避命令が発令されました。これからどうなるの。速やかに高速道路から離れてください。まだ燃えてる。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。お前には誰も守れない。自分さえもな。
大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。お花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。地面に置け。ゆっくり。皆さんは速やかに高速道路から離れてください。
報告のあった不審者はまだ近くにいるはずだ。一度ここから離れるか。邪魔だな。消えろ。刻む。進むぞ。異常なし。おとなしくしろ。終わりだろ。狙う。かき回す。一気に叩き込む。くわっ。ここで仕掛ける。当然の結果だ。
行け。進むぞ。逃がさない。終わりだ。悪くない。ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖と漏電を急げ。ターゲットと遭遇。消えろ。うわあ。やめろ。えい。ここまで。待てよ。確認。交戦する。手こずらせやがって。
貫く。敵の守りだ。思い知れ。覚悟は石。金太陽。狙うぞ。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと。失敗したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番台ステーション発、到着までに戦闘車両に。7番台行き。この列車は一番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。目の前で ちょっと聞いていいか。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。犯人はどうなったのかしら。何か用なの？出かけたりしないで、うちにいればよかった。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、
犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良の市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列車員の戦い方だ。右なし。これぞ新列魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。俺は間違っちゃいねえ。くだらねえ、何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなくID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ、敷かれたルールには逆らえないんだ。
り前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。よかった。よっしゃよし全員無事帰還作戦大成功っす星を救うでっかい初めの一歩だうんお前らピーヒャラ喋るんじゃねえ捕まるぞやべうん次の作戦まで自由行動最高にうまいもんでも食っとけアジトでな忘れたか店の名はセブンスヘブンティファに顔を見せて安心させてやれ